4月号の草書に行きます。じゃあ綺麗な切って打ちですね。これを開いて沿って細いから太いから細いですね。細いから太い、太いから細い、ひっくり返して太いからやや細いぐらいかな。で突き上げて、ここは細く、横の線は先を上で太く、これも沿って太くですね。じゃあここから細く出てきて、ひっくり返して抜いていきます。じゃあ貝ですね。木という字から受けて、手をまっすぐにしますが、少しこの辺で太くして、また細くでここに戻りますね。細く上がっていきます。肩下げてだんだん太くですね。この線よりも下だね。太くして抜きますね。じゃあ中の部分、細いから太いで持ってきます。上がって太いから細いで、ここで結んで払ってきます。じゃあ貫という字ですね。受けて腕を開いて、太いから細いね、少し斜めに持ってきて抜いていきます。じゃあ筆を開いて動かしながら、ここで閉じますね。ではここに当てます。太いから細い、また太いから細いですね。でこれを受けて払ってきたら、細く持ってきますね。斜めに持ってきて、こっから穂先を上にして抜いていきます。じゃあ K、 めぐむという字ですね。そって突き上げて持ってきて、少し膨らみを持たせて抜いていきますね。この辺で太くして細くして抜きます。じゃあここの辺は細くですね。で抜いてきて、これを受けて伏せて抜いていきます。じゃあ説明の節という字ですね。じゃあ筆を開いて、太いから細いですね。向き変えて抜きます。じゃあこれを受けて動かしながら、ここも動かしながら、お先を左で少し太くして止めますね。じゃあここに戻って、少し太くして抜いていきます。じゃあ感謝の感ですね。と筆を開いて、斜めに持ってきて、伏せて突き上げて、沿って最後はちょっと伏せるような感じで抜きますね。じゃあこの線は細く、ここは開いて太く、ここに当てて伏せて